変だよ、大変なことになっちゃった。王様が大軍を率いて行っちゃったの。博士さんも行っちゃった。暗黒大樹に行ったんだよ。僕、兵士さんの話を聞いたんだ。暗黒大樹破壊しに行くって。ああ、やっぱり僕やだよ。博士さんもパパもみんないい人なのに、エルフと大樹の番人が戦うなんておかしいよ。僕を暗黒大樹に連れてって。僕、戦いを止めたいんだ。お願いします。うん、わかった、連れていくね。ということで、皆さんこんにちは。暗黒大樹の守り人っていうイベントを進めてます。よし、じゃあ葉っぱくん、暗黒大樹のところに行こうか。さて、どうなるんでしょうか。暗黒大樹と魔性の関係は一体。そなたがここの王様だな。そうだ、エルフの王。暗黒大樹の王さよ、聞いてくれ。今、暗黒大樹が活性化し、各地で魔性が次々と発生しているのだ。このままでは遠からず、エルトナ大陸は魔性により滅びるだろう。滅びから逃れる方法は一つしかない。暗黒大樹の破壊だ。あ、大樹の長が何も答えない。私の後方には大勢の兵士が控えている。号令をかければ退去して押し寄せるだろう。そうなれば双方とも大きな被害が出ることは免れん。できれば戦いは避けたいのだ。どうだ、無駄な血を流す前に引いてもらえぬか。お前、何も分かってない。お前、何も見えてない。大樹の破壊、お前たちの寿命を縮めるだけ。我々の寿命を縮めるだと？一体どういうことだ。無理だ、言ってもわからない。お前たち、見たものしか信じない。いや、それをですね、教えてほしいんですよ。ずっと気になってるのは、この暗黒大樹っていう名前と見た目のおどろおどろしさ。明らかに怪しい、やばそうなものなのに、エルフたちはどうしてこれを残してきたのかって話なんですよね。だから今破壊してしまっていいのか。破壊しようと思えば破壊できる規模のものだが、破壊してこなかったってことは、なんか理由があるんですよ。そこを考えてほしいですけど、ニコロよ。なんか出てきましたね。わあ、兵士たちが魔性だと。ああ、でも歴代エルフたちも何度か暗黒大樹を破壊することに挑戦したのだが、こうやって魔性がその度に湧いてきて、それが不可能だったってことなのかな。なんか歴史上の扱いを知りたい。このこれまでどのように扱われてきたのかっていうのがもうちょっと詳しく知りたいんだよね。ということで、魔性王と戦っていきます。この魔性王、この猛毒とボディープレスが嫌なんですよね。前戦ったやつと一緒なのかな。まあでも前よりはこっちのレベルも上がっているので楽に戦えると思いたい。はーい、なんかね、火力で押し切った感満載ですが、ちゃんと倒しました。まあ強くなりましたね。よかったよかった。あのダストンさんの道具範囲化とかして結構めちゃめちゃ備えましたけど、割とサクッと勝てました。魔性王を倒したか。お前、勇気あるものだ。葉っぱ、強い仲間持ったな。パパ、パパ、暗黒大樹の長が育ての親だったのね。あ、この辺の事情は羽根付き博士は知らないのか。夏みかんちゃん、そこまでは話してなかったんだね。話さない方がいいっていう判断だったのかしら。なんだ今のは。暗黒大樹が光り、魔性を取り込んでいった。
暗黒大樹が？そういうことだったのか。まいった。これは想像以上の発見だわ。どういうことなの？あ、この木は魔性を取り込み浄化することで魔性からエルトナ大陸を守ってきたのね。なんだと？そうだ、お前賢いものだ。エルトナ大陸に発生した魔性、聖なる大樹、魔性を取り込んでいき、どんどん黒く染まっていった。何も知らないエルフたち、いつからか聖なる大樹を暗黒大樹と呼ぶようになった。そういうことだったんだ。だけど長年魔性を取り込んだせいで、この木の働きは徐々に弱まっていった。次第に魔性を取り込む力は落ちていき、取り込みきれず溢れた魔性が今各地で吹き出している。暗黒大樹の正体はすなわち世界樹。そういうことね。そうだ。え、世界樹なんだと？この暗黒大樹が大いなる緑の象徴？いや、それは驚きですよね。え、世界樹ってそんなに同じ大陸に何本もあるものなの？もともとは世界樹だったんだけど、それが魔性を取り込んでいくうちに真っ黒になっちゃったってこと？いや、そう、それは、いや、なんか、あれなんですよ。世界樹って世界に一本っていうイメージがすごく強くて、日本以上あるってありえるんだっていう驚き。あ、でも待って。ツスクルの村のイベントの時に、待って。ツスクルの村のイベントの時に、本棚に入ってた本の中に、なんか、新しい世界樹っていう記述があった。ということは、この世界では世界樹はいくつかある。しかも、姫屋様は、その世界樹の花が咲くのを見守るのが我が役目っていう言い方をしていたから、その、世界樹を守るエルフの同じ数だけ世界樹があるってことなのかしら。おお、なんかこの世界樹とそれを見守るエルフの存在の歴史っていうのもなんかしっかり知りたいですね。なんかその辺の本棚に入ってるのかな。そして今私が世界樹についてああでもないこうでもないと言っている間に、葉っぱくんがここを追い出されてしまった理由が明らかになりました。これから魔性が取り込めなくなり、その魔性が溢れて、そしたら葉っぱくんはもう生きていけないからということで、大樹の長が去っていってしまいました。対策を練り直すべきね。誰も大樹を助けられない。そうなのかな。本当にそうなのかな。なんとか助ける方法があるんじゃないの。暗黒大樹と呼ばれてた木が世界樹だった。はるか昔から魔性を取り込み浄化していて、今限界が来ているか。いや、そう考えると魔性っていうのも相当昔から存在してるってことだよね。そしてずっと暗黒大樹は魔性を取り込み続けてたってことですもんね。世界樹が魔性を取り込み始めた頃のエルフたちがその情報を残しといてくれたらよかったんですけどね。あ、葉っぱ？なんかいいこと思いついちゃった？暗黒大樹の芯を覆う魔性ってどうにかできないかな？え？大樹の芯から魔性がなくなれば魔性を取り込む力が回復するんでしょ？それは確かにそうだね。そしたら各地に現れた魔性もまた暗黒大樹が取り込んで浄化するようになるかもしれないし、方法はないかな。多くの研究者が今も魔性を消滅させる方法を調べてるけど、まだ誰にも突き止められてないのよ。そうだよね。もう時間も残されていないし、今から調べても間に合わないわ。博士。そうなの？でも博士さんならきっとできるよ。そう？そうだよ。
だって博士さんは天才だもん。はっぱー、天才？私は天才。立ち上がったそうよね、まだ終わったわけじゃないわ。魔性を消滅させる方法さえ突き止めればいいんだし、こんなの楽勝だわ。強い葉っぱくんはうまいですね。この羽根つき博士をやる気にさせるのがすごくうまい。よし、一から出直しよう。魔性を消滅させる方法は何としても掴んでみせる。葉っぱ、お使いよ。ふむすごいね、さっきまでもういろんな研究者が調べてもわからないのよって落ち込んでたのに、博士は天才って励まされることでこんなにも元気を出してくれるとは。ということで次はあれですかね、暗黒大樹を蘇らせる話みたいになるのかな。さっきの話に戻るんですけど、いや暗黒大樹が魔性を取り込み始めた時点でその当時のエルフが記録を残してなかったのかっていう話なんですが、でもエルフは何も知らないってさっき番人さんが言ってましたもんね。だからエルフたちは何も気づかなかったんでしょうね。あ、魔性を消す方法を突き止めた、なんと、さすが天才。でもね、博士さんずっと暗い顔してるんだ、なんでかな。それはあれですかね、あんまりよろしくない方法なんじゃないですか。僕ちょっと出かけたいんだけど、よかったら一緒に行ってくれないかな。カミハム類、あ、またカミハム類って言ってしまった。カミハルムイ領北のイムイ地下空洞に行く。オッケー、いいですよ、行きましょう。あ、クエスト名暗黒大樹の守り人になりましたね。多分これ最後ですね。ありがとう。僕なんだかその場所から呼ばれてる気がする。ちょっと待って、葉っぱ、イムイ地下空洞に行くの？あ、うん、すぐに戻ってくるよ。私も行くわ。おお、これはなんかすごく話が一気に進みそうですね。あ、大樹の長だ。よく来た、勇気あるもの、葉っぱと賢いものも来たな。こんにちは。葉っぱが呼ばれてる気がするっていうのは、この大樹の多さがなんかテレパシー的なものを送ってたのかね。エルフの城、魔性により滅ぶ。大樹周辺、濃い魔性に覆われる。この大陸に葉っぱの帰る場所なくなる。勇気ある者と賢い者よ、葉っぱと共に他の大陸に逃げてくれ。大丈夫だよパパ。博士さんが魔性を消す方法を突き止めてくれたんだ。暗黒大樹の芯を覆う魔性を消せば、魔性を取り込む力が回復するでしょ。そうなれば暗黒大樹が魔性を浄化してくれるから、エルトナ大陸を守れるよ。無理よ、魔性を消す方法は分かったけど、それは実現不可能なの。え？あー、だから羽根つき博士は暗い顔をしてたんだね。捨てられた城の裏手にある王家の庭の泉が聖地につながっていて、そこに魔性と対をなす聖なる力が眠っている。その力を体内に宿し、魔力とともに放てば魔性を消滅させることができるはずだけど、そのためには魔性に入る必要がある。エルフでは魔性に耐えられないの。我らなら魔性に耐えられるが、聖なる力には耐えられない。我らでも無理だ。え、大樹の長はどういう生物なんでしょうね。エルフでもないモンスター的な存在に近いのかな。僕ならできるよって今言いましたね、葉っぱ。そういうことか。そういうことね。ちょっと何やってんのよ。みんな知ってるでしょ、僕ずっと暗黒大樹で育ったから魔性に耐えられるんだ。ちょっと気持ち悪くなるけどね、えへへ。葉っぱ、ダメよ。今まで黙ってたけど、それって生命力が失われてる証なの。続ければ死期を近づけるわ。
しかも暗黒大樹の芯を覆っているのはとても濃い魔性。あんたじゃ耐えられない。でもこのままじゃエルトナ大陸の全部が魔性だらけになっちゃう。みんなの帰る家がなくなるなんてやだ。僕やっとわかったんだ。何のために生まれてきたのか。エルフなのに魔性に耐えられるこの体。嫌だったけど今は誇りに思える。これは僕にしかできないんだ。僕が魔性を消してみんなを守るよ。葉っぱ。自然の意志に逆らうか。葉っぱの意志、とても強い。やれやれ、言うようになったじゃない。どうやら止めても無駄みたいね。おわ。仕方ない。一つだけアドバイスしておくわ。己の生命力を削り、魔性に対する耐性を限界まで引き上げれば、ほんの少しの間なら、濃度の濃い魔性にも耐えられるかもしれない。でも、これは賭けだわ。耐えられなかったら、確実に死ぬわよ、葉っぱ。それでも構わないのね。うん、僕やるよ。葉っぱくん。そこまで命を懸けてんなら、私も最後まで見届けるわ。いやー、なんか、葉っぱくんが頑張ってくれるのは嬉しいけど、この小さな彼に生きる意味として自らの命を縮めるようなことを背負わせてしまうのがすごく心苦しい。さてここで久々の捨てられた城です。なんか前間違ってモンスターに話しかけたりしてましたねなんか人っぽい形のモンスターがいて、ということで聖地にたどり着きました。ありがとね夏みかん、あなたのおかげでここまで来れたわ。感じるわ聖地の力を。この力を体内に宿せば。葉っぱ準備はいい？目をつぶって精神を集中させるのよ。でも聖地の力を身に宿すって簡単にできることなんですかね。リタ姫とかのクラスじゃないとできないんじゃないのかなって思っちゃうけど、大丈夫かな葉っぱくん。なんかそれも彼の体に負担をかけるんじゃないかって思っちゃうよね。体があったかい。体の中に小さな光が入ったみたい。うまくいったみたいですね。よかったのかな。その光を魔力で放てば魔性を消滅させることができるはずだわ。その技術もあるのかな。魔力で放つ、自分の体の中の力を魔力で放つっていうのは一般的な技能なのか。あんま細かいこと気にしない方がいいですね。さあ暗黒大樹にやってきました。葉っぱくん無理はしないでね。お待たせ夏みかん。聖地の力を宿した今の葉っぱなら魔性を消滅させることができるはずよ。暗黒大樹の芯を覆う魔性もね。そっか。あとは葉っぱが濃い魔性に耐えられるかどうか、ここですよ。大丈夫かな。我ら葉っぱの力を信じる。お前の意志見せてみろ。意志の力でどうにかなるんでしょうか。あ、そして何かが近づいてきた。これモンスターじゃないきっと。夏みかん、魔物が出るわよ。オッケー、ここは私に任せてください。うわ、なんか巨大な魔性王って感じ。いや違うね、ちょっとドラゴンっぽいモンスターかな。強そう。勝てるかな。いやさすがに勝てますよね。いやもうネルゲル倒してますから、さすがにいけるだろうと思うけれど、魔性竜だそうです。よし、じゃあ戦っていきましょう。まずはバフっていきます。会心邁進ラップからのまゆちゃんはクイーンオブハート、そしてダストンさんにもポンコツなリズムをやってもらおうかなと思います。ダストンさんポンコツなリズム。この不思議な踊りで攻撃力上がるってどういうことなんでしょうね未だに仕組みはわからないけど、この攻撃力アップめちゃめちゃ助けられてます。そしてフーラちゃんは聖女の風、これでいきます。おお、スーパーハイテンションになった。じゃあ
これやろうかな。自分以外のテンションが50アップ。みんなのテンション今下がっちゃってるからね、ここで上げときましょう。えい、これ初めて使った。よしよし、ギガントネイル来ました。連続はちょっと嫌ですね。一撃はそんなに重くないけれども、連続で食らうとヒットポイント削られますね。でもまだハッスルダンスでどうにかできるかなということで、剣の前行きます。おー、繰り返してくれた。いいねいいね、オッケー、やった。しかも回心が2連続だった。ということでメンバー交代もなしで勝てました。回復がハッスルダンスと無限の風で間に合ったのでよかった。さあ、あとはね、葉っぱくんが頑張れるかどうか。ナイス、夏みかん。やっぱりあなたは頼りになるね。うん、ありがとう。でもね、葉っぱくんが心配なのよ。無理はしないでね、本当に。羽、羽、羽つきお姉ちゃん。えへへ、ちゃんと呼べたじゃん。どうしたの？羽つきお姉ちゃん。もしも戻れなかったらごめんね。なんてこと言うんだ。戻ってくるんだよ。戻れなかったらごめんね。なんてそんなこと言わないで。そうだよ、羽根付き博士とここで待ってるからね。絶対戻ってきてね。どうかうまくいってくれ。よし、行くぞ。苦しい。耐えなきゃ。耐えるんだ。着いた。ここが大樹の芯、聖地の力を使わなきゃ。そんな簡単に使えるものなのかな。ああ、もう体が持たないって言ってる。ああ、聖地の力を使えるかどうか以前に、そんな、俺も運命かだなんて。やっぱ、ここまで頑張って、あれ、体が何ともない。葉っぱ？全然苦しくないぞ。よーし。葉っぱくん！戻ってきた！奇跡、奇跡起きた。葉っぱ、エルフなのに、魔性の体勢に目覚めた。おー！やったー、羽根付きお姉ちゃん、僕やったよ。やるじゃん、最高にかっこよかったよ。すごい、夏みかんさんと一緒にいろんな経験ができたから僕強くなれたんだと思う。今までありがとうね。いや、葉っぱくん、私こそありがとうだよ。よく頑張った。すごい。世界中に危機を訪れし時、世界中を救うため世に現れる存在、葉っぱ、もしかしたら。そっか、羽根付きお姉ちゃん、僕決めたよ。何を？僕ここで生きていく。それで聖地と暗黒大樹を往復して、これからも大樹に現れた魔性を消していく。僕が大樹を守っていくよ。すごい、葉っぱ。でも葉っぱに何かすごく大きなものを背負わせるような生き方をさせてしまう気がするけど、それは大丈夫なのかな。暗黒大樹の守り人って感じだね。まあでも本人が希望してね、僕にしかできないことだからって頑張ってくれてるからいいのかもだけど、こんな小さな子にさ、なんかもうエルトナ大陸の行く末を左右するようなことをなんか担わせて良いのだろうかと一瞬思ってしまった。でもいいのかな、葉っぱくんがそれを自分の使命だと思えてる限りは良いのかもしれないね。いや、すごい面白かった。ということで暗黒大樹の守り人、おしまいです。